ついに大谷のクローンみたいな若手が登場する。大谷翔平に心配はいらなかった。翔平は飲まない、飲めない。のではなく酒は強いのかもしれませんが、先輩に誘われた時でも、飲みですか、飲みなら行きませんと、食事には行っても酒にはついていかないんです。というのは翔平は毎朝10時にジムに行くことを日課にしている。睡眠時間を逆算すれば夜遅くまで外に出ている暇はないんです。翔平は飲み会よりトレーニングの方が楽しいんですよ。飲んでて何が楽しいんすか。それだったら練習して野球かっこよく勝った方がいいじゃないですか、という感じなんです。大谷翔平の何がすごいって、二刀流とか打撃技術とかは当たり前なんだけど、このメンタルなんだよな。ついに大谷翔平の精神性を継ぐ若手が現れたで。ま、そうなんか。外食もお酒も興味ないですもん。21歳山下俊平太は素顔まで完全に大谷翔平だった。20歳を過ぎて1年以上経つが、山下はまだお酒を飲んだことがない。飲めないから飲まないのではなく、飲めるかどうかわかんないです、飲んだことないので、と笑う。興味ないですもん。飲むつもりもないし、飲む場に行くつもりもないです。別にお金を出して休みの時間を使ってまで行きたいという欲がないんです、とニコニコしながら言った。いちいち出るのは疲れますし、寮にいれば栄養も取れるので、外食はお金がかかりますし、外を出歩くのはちょっときついので、あんまり夜は部屋にいてだらっとというかゆっくりしたいんですよね。睡眠は8時間ぐらいは取りたいし、ナイターの時は10時間ぐらい寝ますね。もはや大谷のクローンや。大谷と完全に同じ思考回路やんけ。大谷も相田が夜間の睡眠のクオリティを大切にする選手は大成する。今まで練習の質や栄養素の質に比べて睡眠の質は軽視されがちだった。オリックスの選手たるものらおうくらい遊びしなきゃな。オリックス不合格やさっさと目ざいけ。外食より寮の方が空ええわな。寮出たら食事で苦労せんか。ご飯作ってくれる彼女がいればええけど、一人身なら食事のお手伝いとか栄養士みたいなのつければいいだけよ。山本由伸がつけてたの情熱大陸で見たな。あとサッカーの内田篤人もドイツにいる時お手伝い兼ドイツ語の先生みたいなのつけてた。トップアスリートはみんないるんじゃない。大谷合格や。このワイも大谷翔平かな。一緒に酒飲む仲間がオランジーミンと一緒にしないであげて。プロ選手が全員大谷スピリットを宿してしまうと、何十億も稼いでるのに、ドイツもこいつもほとんど支出しない経済の癌になってしまうぞ。遊び回れというわけではないが、大金もらってる人間にはある程度放出もしてもらわんとあかんのや。まあ趣味もないなら寄付とかでもええけど。昭和の野球選手のように二酔いでホームラン打ったと兼ねないでマウンドに上がって完封したという豪快な選手が減ってきているのはなぜ。少し寂しい。まあこういうのも程度問題よな。たまには坂本みたいな選手がいた方が見てる側としてはおもろい。